時刻5時39分です。今朝はこの時間、ひげの隊長の愛称でおなじみ、参議院議員で自民党の国防議連事務局長の佐藤正久さんにお話を聞きます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、 G7 の議長国として今年5月に広島サミットを開催するのを前に、岸田総理、今月9日から15日の日程でフランス、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカを歴訪です。で、9日にはですね、フランスのマクロン大統領、10日にはイタリアのメローニ首相、11日イギリスのスナク首相と首脳会談を行いました。そして12日にはカナダのトルドー首相、日本時間の13日ですね。そして13日、日本時間では明日未明になりますけれども、アメリカバイデン大統領と首脳会談を行う予定です。佐藤さん、岸田総理のこの欧米5カ国歴訪ですが、改めてどういう狙いがあるんでしょう。大きくは3つあると思うんですよね。はい。1つ目は5月の G7 広島、これに向けた地ならし。はい、はい。特にのウクライナ問題に対する G7 の結束というのは非常にやっぱ鍵になりますし、はい、一方で、ウクライナ問題でのエネルギーや食料で、影響を受けているグローバルサウスという、はい、国に対する支援というものが1点、はい、2点目は、年末に安保3文書を日本策定しましたよね。はい、これについても理解を得て、さらなる協力を、G7 のメンバーから得るというのが2点。はい、3点目にはやっぱりG7 で日本はアジアの代表という立場がありますから、はい、アジアの代表として、この東アジアの安定、特に台湾海峡の平和と安定のために西側の海洋を一層引き出すということが大事だと思います。はい。さあ、そしてその岸田総理なんですが、フランスマクロン大統領との会談では、外務防衛閣僚会議、いわゆる2+2、これを今年の前半に開く方向で一致しました。で、自衛隊とフランス軍の往来ですとか共同訓練を進める方針を確認しています。またイタリアメローニ首相との会談では、日本とイタリアの関係を戦略的パートナーシップへと格上げをして、安全保障や経済分野を中心に関係を強化していくことで一致しています。またイギリススナク首相との会談の後には、自衛隊とイギリス軍が共同訓練をしやすくする円滑化協定、これに署名をしました。フランス、イタリア、イギリス、この各首脳とですね、岸田総理の会談ですが、佐藤さんはこちらはどういう印象をお持ちでしょうか。イギリスが1番、フランスが2番、はい、イタリアが3番というようなイメージを持っています。はあ、はい、今回イギリスとの会談がやっぱり一番のハイライト、この3か国では言えると思います。はい、今回実際場所もですね、普通は首相の官邸ということでやりますよね。じゃなくて、イギリスの場合は有名なロンドン塔、世界遺産のロンドン塔を、はい、を使ってやったと、はい、というぐらいイギリスの気合が全然違ったと。はあ、はい、これ一つには今お話があった地位協定と似たような、はい、イギリスと日本との円滑化協定、はい、これを署名するということ、はい、さらに、日本とイギリスとイタリアで次の航空自衛隊の戦闘機、はい、これを共同開発、開発、はい、でさらにはCPTPP にイギリスが入りたいと言ってますから、はい、日本との関係ではやっぱりイギリスが一番いろんなネタが多かった、でそれを見るとフランスはやっぱりジェラシーがありますから、はあはあ、やっぱりフランスは俺の方が上だと、イギリスとはライバル関係がありますから、しかも、このインド太平洋地域にはフランスの領土、これが多くあって、実際海軍も持ってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、太平洋にもあります、はい、もうインド洋の方にもありますので、インド太平洋は俺のもんだっていう思いがありますから、イギリスが先行することに対しては非常にジェラシーがあるということで、はい、日本にとっては非常に、環境的にはフランスがさらに関与を高めるっていう点ではいいと思います。はい、でまた、イタリアのメロニー首相とは実質的な最初の対面の会談ということになりますから、ここでは戦闘機の共同開発に加えて、二国間の戦略的なパートナーシップをこれ始めようというぐらいで収まったと
まあ、いう感じを持ってます。やっぱりイタリアはやっぱり若干落ちて、あ、はい、トップは2位という印象です。はい、そうですか。やはりこれは佐藤さん、EU 離脱、イギリスが EU 離脱をしたというのも大きいんでしょうかね。大きいですよね。で一方でのフランスの強みは EU ということもあるんですよ。はい、確かにイギリスは自由にこう動いて、今インド太平洋には一番こう近づいてきている国であることは間違いないんですけども、EU をまとめてもらう、はい、やっぱり G7 として議長国として EU をまとめてもらうときはフランスの力ってはこれ絶対必要になりますから。大きいですもんね。はい、それで、フランスの価値っていうのはやっぱ非常に大きいので、はい、ここも今回選んだ一つの理由だと思います。そうですか。はい、さあ、そしてですね、13日日本時間の明日未明、アメリカホワイトハウスで日米首脳会談が開かれます。でこれを前に日本とアメリカの2プラス2が11日に行われました。日本政府が保有を決めた反撃能力の効果的なこの運用に向けて協力を深めることで一致して、アメリカの防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条、こちらについて宇宙空間での攻撃も適用の対象になりうることも確認しています。この日本とアメリカの2プラス2ですが、佐藤さん、こちらはどういうことをお感じになりましたか。はい、かなり幅広い分野での、ま、会談合意というのがあったようですけども、はい、やっぱ一番はですね、日米の戦略文書、はい、これができてすぐの2プラス2なんですよ。はい、アメリカは去年の10月に国家安全保障戦略を策定し、日本は去年の12月に策定しましたので、それをの持ち寄って日本とアメリカの役割とか任務をやっぱり変えていくという流れにあるわけです。はい、だから今回はですね、自由で開かれたインド太平洋ホイップというのがベースにありましたので、今までに、ね、こうない非常に整合性が取れた日米の戦略文書というふうに言われていたので、非常に中身についてもすり合わせが非常に容易で、はい、まあ、今後、日本とアメリカでの役割、特に日本の役割をさらに拡大するという方向で今後検討していきましょうという流れになりました。はい、ただ残念だったのは、役割とか任務を見直すのもいいんですけども、その先に、はい、この打撃力の問題等から日米防衛協力のガイドライン、はい、これ見直しがあるわけです。そこにまだ言及できなかったっていう部分は、はい、まだ道のりは遠いな、遠いですか、はい、いう感じがします。ただ、宇宙分野での日米安保条約5条の適用とか、はい、いう部分も入りましたから、中身はね、それにあるんでしょうけども、はい、やっぱり日米防衛協力のガイドライン、この指針というものにやっぱ言及できなかったというのは、まだまだ詰めるところが事務的にはいっぱいあるんだなということを改めて認識しました。はいはい、ところで岸田総理ですが、今月6日ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ゼレンスキー大統領からウクライナへの訪問要請されていました。まあ、岸田総理、諸般の事情も踏まえて検討していきたいと話していたんですが、まあ、今回の欧米歴訪、ウクライナにサプライズ訪問あるかなんていうね、佐藤さんのお話もありましたが、まあ、残念ながらなかったですね。はい、もう今ヨーロッパからアメリカ大陸の方に行ってしまいましたからね。はい、もう今カナダ、そしてアメリカですから、はい、これから、ヨーロッパにも戻るっていうのは日程的にも相当難しいので、今回はないと思います。はい、ただ G7 が広島が5月ですから、はい、それまでの間には行っていただきたいと。行かないと迫力ありませんし、はい、まあ、向こうでゼレンスキー大統領と、まあ、実際新しい方向性を打ち出すということが極めて大事だと思います。はい、さて岸田総理は今週欧米歴訪してますが、佐藤さんは、水曜と木曜国防議連のお仕事で宮古島に行かれているんですね。はい、これ行かれていたということですかね。はい、昨日の24時ぐらいに羽田に帰って、そう丸2日、びっちりとこう見てきたんですけども、実は今までも南西諸島の防衛警備で宮古島の空港港湾、はい、とりわけ
下地島空港、はい、これはね、県管理ではなくて国管理にして、はい、自衛隊も使う、あるいはの国民法の関係でも使う、はい、そして GX を利用して、ま、空港を拠点とした伊良部島下島一帯をさらに活性化しようという、はい、あのことを提言していたわけです、はい、で2年ぶりに私自身が2年ぶりにまた見に行ったんですけども、やっぱりですね、国管理っていうこともあって、はい、お金がないと、あ、結果滑走路のひび割れ、これは進んでいましたし、はい、まあ、石ころもやっぱり滑走路にあったり、で照明塔は塩害でもう錆だらけ、あら、そうでしたか。もう柵もですね、滑走路脇の柵、まあ、人も歩いてはいましたけども、非常に低くて、粗末で、あ、ちょっとね、あの多分寺島さんでもあのちょっとしたこう工具を持っていけば、もう乗り越えられる、あら、まあ、そんなものですか。やっぱここはあのやっぱり大事な空港ですから、はい、そういうこともやらないといけませんし、また自衛隊、航空自衛隊の基地もあります、はい、でそこにおいては今話題の、部品や弾薬、あるいは施設等の持続性や強靭性という部分が、まあ、大丈夫なのかと、はい、どのぐらいの、初動部品を持っていて、じゃあそれがどのぐらいで消耗し、水槽というものが本当に可能なのかという部分を、現地の方でいろいろ意見交換をしてまいりました。はい、やはり佐藤さん、これは視察ってのは大事ですね。実際に見に行って感じる、地元のやっぱり意見というのが一番ですよね、感覚も含めて、はい、でさらに実はあの長山港という港が下地島にありまして、はい、そこは尖閣諸島の警備の大事な拠点なんです、はい、どうしても石垣の方に目が向きやすいと思いますけども、はい、石垣の船、パイフォの船は中国の海警局の船に対応するぐらいの大きさなんです、はい、中国の漁船に対応するような船というのは石垣ではなくて宮古島なんです。は、船が大きいと小回りが利きませんから、なのでそういう中国漁船に対応するぐらいの船というのは宮古島に集中していて、それが長山港なんです、はい、ところがその基盤も非常にお粗末で、そうです、燃料庫もないんです、あら、部品庫もない、はい、で船を整備するときにどうしてるんですかって聞いたら、一般競争入札になるために、時には北海道まで持っていかないといけない。そんなところまでですか。4日かかるんで片道、はい、こうやって無駄でしょ、国交性を考えからも問題があります、はい、そういう部分は一般競争入札だけではなくて、はい、やっぱり随契約でもの、せめて九州ぐらいのまあ、整備する場所でやってほしいな、はい、まあ、いろんな情報を今回得ることができました、はい、ところで中国の話題なんですが、まあ、あの岸田総理、中国のビザ発給停止措置について極めて遺憾という発言もしてますが、その中国、新型コロナウイルス対策として入国の際に義務付けられていた隔離措置、今月8日に撤廃されました。一方、日本では今月8日から水際対策さらに強化して、中国本土から入国する人には出国前72時間以内の陰性証明書の提示、これが求められています。そして、まあ、あの検査もあるということなんですが、まあ、この中国本土から入国する人に対する日本の水際対策なんですが、佐藤さん、これは十分だとお考えでしょうか。今回マカオも追加したので、そうでした、はいはい、現時点としてはこの空港で陽性率、これ見ると機能はしていると言えます、はい、ただまだ中国自身の感染状況はわからないと考えると、はい、これは簡単に緩めるような状況ではないし、いや香港がまだなんだ、はい、香港が穴になってはいけないと、香港から直行便については、検査等もやっていませんし、マカオの方は検査をやっても、香港はまだと、その部分、香港の感染状況が広がれば、はい、さらなる水際対策に強化も必要でしょうし、ご案内にふざけてるのは、日本と韓国を狙い撃ちにして、そうです、ビザの発給停止でしょ。これ相互主義でも何でもないじゃないですか。そうですね、ヨーロッパとかアメリカには
ビザの発給停止してないんです、はい、しかもホームページに最初1行ピョッと書いただけで、はい、これで分かるかと、いう話ですよ、はい、だから日本は当然購入してビザ の, あの発給停止プラスの撤回しろと言ってますけども、はい、僕はそんな簡単ではないでしょうから、はい、本当に例外っていうものは本当にないのかという、でさらに、あまりにも向こうがひどかったら日本だって、はい、ビザの発給停止、はい、こういう部分もあの一部の商用のものについては限定すると、まあ、人道的なものはね行わないといけないと思いますけども、はい、そういう部分やらないといけないし、実際どんだけ影響が仕事や留学そういうものに影響が出ているのかと今早急に調べているという状況です。そうですか、まあ、とにかく中国のこの言い方が同等の措置を取ると言ってるんですけど、別に日本はビザ停止してるとかそういうことをしてませんからね、はい、入れるんですよ中国の方、はい、なのに、なんでそういうことをするのかと、はい、まあ、それはやっぱり韓国の日本のというものは、ヨーロッパアメリカと比べると、まあ、上から見てるという中国の特性、はい、あるいは日本と韓国が水際で検査をしているということに対する払いせというのもあるかもしれません、はい、これは国民向けなんですか、それとも何かこう面目っていう意味なんでしょうかね。これはやっぱり国民向けっていう部分、国民向けもあるんですかね、はい、先導外交っていう部分があります。その一環ですか。これまでもずっと、はい、相互主義に基づいて強い措置をすると、何ら科学的な根拠がないことを必要的に嫌がらせをしてるって言ってるのは中国政府の建前ですから、はい、国民に対しても何らかのことをしないといけないということがあったと思います、はい、今朝はこの時間参議院議員で自民党国防議連事務局長の佐藤正久さんにお話を聞きました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。